暇な時でも顔出してください。目障り。強すぎるだろ。想定外だ。今度暇な時でも顔出してください。まだ今度顔出してください。やっぱりいらっしゃいませ。旦那はん、よう飲まれますな。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したら、お酒が泣きますえ。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんどすか。うち、お店知ってますけど、倉町にある松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。ほんなら斉藤さん、どうも見てってくださいね。また口を塞ぐな。おい、お前、ほら、早飲め。面倒はごめんだぞ。ようこそ、お越しやす。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。お、やってますね。
桂小五郎。どうもお久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああそういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前なんでここに。ああ実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして幾松と申します。今後ともごひいきに。一応ね俺なりにあの時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で金の葉を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど同志として俺のとこに来ませんか。長州に。竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか。地層になったな龍馬さん。悪いが今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん。なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日での、すこぶる機嫌が悪いんや。
ああ運がなかったのお前ら。はっ、いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからって、まさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。あ、わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないして、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件けりつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあ、お言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけど、あんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、隙を取るわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。うん、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズー一丁暴れた。やるしかないのか。甘い。ハッチュッ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 。
今日は飲むぞ。は？ああ、俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ絡み酒やったんか。長州の蹴りつける、機会や。まあ、こうなっちゃったことだし。気ぃつけろや。ちょっと待って。ちょ、待てや。Shoot! Shoot! 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 Sho
どうした？こいつほんまに店に行く気があるんか？さあどうなんでしょう。俺はもう半分諦めてますけど。このふぬけ。それにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね。たまたま風呂屋で寝てんの。風呂屋？あ、待てや。それってまさか。待てや。せえ、西の風呂屋や。縁は非なりですね。薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんて、この状況あんまり人に見られたくないんだよな。お前らこの店で飲むぞ。ここか。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。斉藤さん、
それ本気で言ってるのかな。いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうで。しょうがないな。付き合いますよ。あかん、もう無理や。こいつどんだけザルやねん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ閉めましょうかね。すみません、お勘定。おごってもらってすまないな。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしく帰ったるけど、次会った時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことで。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。はあ、何やて。もう一軒行くぞ、ついてこい。行くで。まだ飲み足らんのか。どれだけ飲まされるんだろう。しかしこいつは何もない。店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさして終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからな。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんだね。ごちゃごちゃうるせえぞ、入るぞ。
おい、酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろ俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。細かいことか。それを言うならあんたらって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。ん？あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。でも俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか。言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬。こいつが。この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ。ねえあんた、人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句。勝手にねえよった。坂本龍馬が。本当勝手な人だね。ここは横領。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだあいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。
悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、うん、俺どうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、カツラと西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん。細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。はじめさん、お寮。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろう。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように3人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。
おい、どけ！下がってろ！